はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？ちょっとキレがないです。元気でしょ？キレがないですか？いやいや、キレがなかったです。大丈夫ですミスター G さん、ご来店ありがとうございます。すいません、こんにちは。はい、はい、よろしくお願いします。今日は何をお話しいただけるんですか？はい、今日はちょっと趣向を変えまして、はい、練習の時に指導者が、はい、ノックを打つのがもっぱらだと思うんですが、はいはいはい、その時に、まあこういう打球を打ってあげてくださいとか、はいはい、こういう場所に打ってあげてくださいとかですね、はい、こういう打ち方をしてあげてくださいとか、まあ大まかに言うとこの3つをちょっと押さえていきたいなというふうに思ってまして、はい、G3 クラスになると、はい、思ったところへ思った感じの球が打てるんでしょ？はい、まあ、クラスというそんなあの表現が適切ではないとは思うんですけど、ノックに関してはだいぶ私も若い頃からもうそれこそやり込みましたので。ですね、チタンとナンバーワン。いや、それはないんですけど、まあ、ノックはだいぶ本当に変幻自在で。あ、そうなんだ。はい、やってたとは思います。はい、サードベース、はい、フェアかファールか、ね、ギリギリの線を低い球までペーって、そうですね、そういう感じで、はい、3回連続ベースに当てるとか。はい、軟式で。あ、もちろんです。いろいろ聞くんですけど、はい、公式とソフトボールは割とね、コントロールしやすいから、はいはい、ベースにワンバンで当てるよ、石原さん、はい、っていう人多いんだけど、はい、難球難しいよねって人は多い。はい、ああ、確かに、ちょっとこうずれるとボウンボウンっていうのが出ちゃいますからね。まあちょっとオーバーにいったかもしれませんが、とりあえずそういうことをしたことがあるよっていうところで、まあそれぐらいノックは好きですっていうことが伝わればと思います。私なんかノックバット打ってながら、はい、これで打ったことない。はい、あ、本当ですか。うん、だってこうやってできないもん。ああ。だってまず、はい、自分がこっちがいいのか、はい、こっちがいいのかわからない。はいはい、高木さんこっち派って言ってた、ね、おっしゃってましたよね、うん、確かなんかの時に。でも、はい、こっち派が多い。僕はもう断然そっちですね。これなんでですかね。まあ自分の感覚なんですけど、僕の場合は右投げなので、なんかその右手で投げた方がトスで、はい、で加えてこういう打球打ちたい時は大体この辺に、うん、こういう打球打ちたい時は大体この辺にトスっていうイメージがあるんですね。ああ、はい。はい、ただちょっと技術を要してくると、トスを上げた位置で選手がフライが来るとかゴロが来るっていうのがこうヒュッて上げた時点で分かっちゃうもんですから、なるべくそうならんようにここに一定のところに上げるんだけど、フライだぞとかライナーだぞとかゴロだぞっていう。選手もなかなか考えてますね。いや、もう選手すぐそういうの、やっぱでもそれが見る力を養っていることにもなるので、観察力をね、全然分析力ですね、はい、問題はないんですけど、またその裏を書くというね。そうですね、そういうのも正直やってました。だから指導者がですね、ノックを学ぶというのはこれも子どもの成長を手助けするということにつながるわけです。はい、はい、やはり全ては子どもたちのためですから。出た。はい、もうね、勝てばいいんじゃないですか、ね、もちろんです、子どもたちのためです。子どもたちの成長のため、ね、はい、成長を促す。そうです、自分で考えて行動を取れるようになっていかないといけないということで、はい、はい、じゃあここからは先生に得意の今のね、はい、はい、まずその、まあ、打ち方、はい、というところなんですけれども、はい、まあ、さっき言ったトスの上げる方に関してはこれはもう僕人それぞれでいいと思いますので、特にそこは言うつもりないんですけど、僕の場合はこっちでやりますので、まあ、そういった時にですね、そのいろんな打球を打っていただきたいんですが、はい、ちょっとぜひちょっと指導者の方にお願いしたいのはですね、こうヘッドを下げてほしくないんですよね、月並みですけど。あ、そうですか。はい、当たるときにヘッドが下がってるとやっぱりあんまりいい打球がいかないんですね。はい、いい打球っていうのは、はい、やっぱりこう一番練習になるのがゴロでもライナーでもこう伸びていく。ゴロだったらトップスピンがかかってバウンドしてから早く来るっていうか、はい、まあ、ライナーだったらこうさあ取るぞっていったところでこうビヨーンと伸びていくようなイメージ、よくセンターとかが前に出てきていやーって言ってバンザイしちゃうやつがあると思うんですけど、でもああいうところでやっぱここ一番でそういうのがやっぱりどうしても起こっちゃうもんですから、中学校野球とかですと。なんでやっぱり日頃からそういう打球で練習しておけばですね、
あのかなり力がつきやすい早い段階で、はい、なので AT さんに言いたいのが、 AT さん下げてノック打ってませんかと。こんなので優しいノック打ってても、あ、もちろん優しいのをしっかり取るっていうのが練習なんですけど、ずっとこれだけではやっぱりダメなもんですから、強いところはみんなヘッド立ててバン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 振ってくるわけですから、やはりそれをノッカーがまずそこをさ少しでもこう再現してあげないといけないので、ゴロになってもフライになってもライナーになってもとにかくヘッド立てて必ず打ってあげてほしいということが、まずあの指導者の方に僕はお願いしたいですし、自分はそうやってやってました。はい、なるほど、はい、まあ、わざとあのちょっとレベルの低いバッターを想定して下げて打ったりっていうのは慣れてきたらもちろんやってましたけれども、うん、はい、ちょっと疑問なんですけど、はい、あのみんないいバッターだったらね、はいはい、まあ、最後ちょっと話されましたけど、はい、ポンってくるけど、ええ、大概あの内野ゴロって、はい、な軟式の場合、はい、あんまりショートが活躍しなくて、はい、サードの前にボテボテっていう、あ、ありますね、あの練習はどうやってやるんですか。あ、あのフルスイングボテボテのことですよね。そうですそうです。あ、それは振るんですけど、はい、ここに当てますね。あ、そんなことするんだ。へえ、すごいな、はい、わざと当て損なう。そうです。もう僕の場合ですとケース練習の時なんですけど、うん、もうサモ今からショート行くでなっていう、こう振りですね、ショート行くでなって振りして、根っこに当てる。根っこに当てますね。ボテ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 と。よく、はい、たまに見てるとね、はい、行くぞサード、はい、ショート、はい、でカスってやってボテボテって、はい、ごめんごめんっていう、はい、あれをわざとやる。そういうことですね。ただあのキャッチャーのところに行っちゃいけないもんですから、やはりなるべくこうサードのところに。ただ絶対できないのが、あのファールからフェアに入ってくるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれは無理ですね、ノックじゃ。やっぱ試合の中でやっていかないといけないので、頑張ろうとはするんですよ、こうバットをいかに最後まで内から入れながら、こうバットのう、あ、ごめんなさい、ボールの内側をこう打つっていう、バットをインサイドからこう入れてやるんですけど、あの回転はさすがに再現できないので。そうなんだ、難しい、はい、あれは無理ですね。はい、そういうことなんですね、はい、はあ、そうなんです。であとそのどこら辺にこうちょっとピンポイントで打ってもらいたいかっていうと、今度はあの方向ですね。そうですね、でもちろんあのまんべんなくがいいんですけど、うん、より強くやっておいてもらいたいのが特にベース間際です。はあ、なぜベース間際かっていうと、まずサードベースだと思う、取る人間はサードだと思うんですけど、はい、まあ、ファーストだったらファーストだと思うんですけど、やっぱりベース間際ってファールかフェアかのジャッジメントもいるわけですよ、うん、もちろん取るものも取って一塁でアウトにしないといけませんし、全部取るんでしょ、ファール。基本取ります、基本取るんですけど、今度そうそうベースがあるんで、うん、邪魔なの。そうなんです。そこで当たるんだったらちょっと引いてとか、うん、ベースの前に出るとか、うん、やっぱそういう判断も必要になってくるもんですから。あれ公式だとだいぶスタートベースより後ろにいるけど、うん、軟式だとどの辺で守るかっていうのは、左バッターの足が速い子だとベースの前です。あ、で右バッターで、まあ、それなりに力の強い子、サードに打球が球足の速いのが来るんじゃないかっていうのは、まあ、平行かちょい後ろぐらい、うん、はい。まあ、僕はあんまりその前に守らせるのは好きじゃなかったので、これ、はい、2球目バント来るんじゃないのっていう時は、はい、まあ、基本フィールディングはピッチャーだっていう。あ、そうか、はい、サード側に降りろと。そうですね、まあ、まあもちろんもうピッチャーがやっぱりきちっと正しいスローをしてれば、うん、正しいマウンドの降り方ができるもんですから、うん、じゃ あ, の、はい、その左の子の場合も、はいはい、そのちょっと前に守るっていうのも、はいはい、バントかなと思ったらチャージすればいいよ。あ、もちろんです、ね、それはします。チャージで対応する、ね、そういうことですね、まあ、瞬発力じゃないですけどね。花から前に出ろ、前進守備しないですね。前進守備しない、ランナー三塁でもう、うん、もう背に腹が変えられない状況とかになったらしますけど、うん、ただ、うん、露骨に前進するとですね、うん、結局今度取るもんが取れんくなっちゃう、そうやね、はい、うん、っていうことがあるので、僕は前進シフトっていうのがあんまり好きじゃなかったですね、うん、ものすごいやりすぎぐらいやるチームあるじゃないですか、軟式で、うん、いや、まあ結果往来のこともただあるかもしれないですけど、うん、ただそれ上のクラス行くと全部抜かれます、うん、あ、そうか、はい、バスターかなんかで、とにかく打球で抜かれちゃうんで、うん、そうやね、はい、なので、そうなんです。であと僕コミュニケーションノックって呼んでたんですけど、コミュニケーション、はい、まだ新しいことは、選手をですねショートとセカンドにとにかく振り分けるんです、ね、はい、で真ん中ばっか打つんです、
要はセカンドベースめがけて、まあ多少ずれることありますよ、どっちかに。でどっちに、そうですそうです、だってどっちかが、だから両方取りに行ったらドカーンじゃないですか、うん、ということはどっちかが取ってどっちかがカバーしないといけないわけであって、あのやっぱりそういうことをやれることが あそこの現場ですから。じゃあ洗い場みたいにあのセカンドが取ってショートにあ、だからそういうのも別にやればいいと思いますよ、体制次第ではですけど、コミュニケーションを取って一瞬の中であの俺とか、うんうん、任したとか、うん、やっぱりその動きながらコミュニケーションが取れないと、うん、やっぱ試合でそのノックでできないのに試合でできるわけがないので、あ、はい、なるほど、ね、はい、あれは僕はもうだいぶ対応してましたね、うん、あのセカンドとショートに分けて、でショートやったやつが今度セカンドね、セカンドやったやつが今度ショートねって、こうやってローテーションでこう回ってきた、はい、サードショートがいい格好だから、サードショートはショートの前は基本サードカットになっちゃうんで、別にそんなコミュニケーション、まあセカンド、あファーストセカンドもいいか、まあいいですけど、そこは今度ピッチャーが絡んできますね、あ三角、それはやります、ピッチャーセカンドファーストでっていうのはやります、うん、みんながやっぱり気持ちを持ってしっかりコミュニケーション取らないといけないんで。じゃあポイント方角としてはベース間際を重点的にやりますっていうのと、はいはい、でセカンドに関してはコミュニケーションをさせるということです。それが結局そいつらがどこのポジションに散ってもそこでやっとけばおっしゃれとか言って、それはさっきのサードとショートの絡みのところもそうですけど、やれるようになるんで、一番できないのがあそこなんで、あ、そっか、はい、そうです、はい、ね、あそこは絶対やっとかないと、もう AT さん強く言っておきます。あれ、はい、いい選手だといいとこ守ってんのね、二遊間ね、そうなんです、俺センター抜けたかな、お いるじゃん、おいって、だから僕どっちかというとデータが好きじゃないですか、はいはいはい、なんで、でピッチャーもコントロールの計算に入ってる子しか使わないので基本は、はい、もう嫌なんですよ、もう逆球いって、まあでもたまにありますよそら、ですけどもう荒れ球がもう大嫌いで、でも計算ができないんですよ周りの、そうだよ、ね、はい、打たれないかもしれないですけど周りが計算できない、注意量タイプね、はい、ダメなんだ、オンドレアはちょっと僕は好みじゃないですね、だったらリラックスしてピュッて投げて球がシュンっていくピッチャーの方が好みですね、やっぱり桑田派ですね、あ、いやもう考えてやってくれないと、もう意図が伝わってこないのはもうダメですね、大体この辺に行けばいいっていうのは嫌なんだ、もう真ん中投げてあとは神頼みとかもうかなわんすね、じゃあ野茂さんみたいにまっすぐとフォークボールで大体この辺に行きゃいいやっていうピッチャーはあんまり使いたくない、まあ、あの時には必要かもしれないですけど、開き直りという意味では必要かもしれないですけど、三振かフォークボールか、もうちゃんとあの計算して動きたいんで、あの阪神の、はい、誰だった、藤浪さんとか、いや僕何も言ってませんよ、はい、沢村さんとか、うん、何も言ってないですよ僕は、沢村さん、ね、結構頑張ってもいいんじゃないですか、球早いよね、はい、早いけど一発食らったみたいですね、でも、うん、そっか、はい、うん、ということでどうもありがとうございました、こちらこそすいません、あのいいお話になったかどうかは分かりませんけど、まあ、続けることに意義があるということ で、ね、ご理解ください、はい、あの中学生をご指導される皆様が少しでもね、はい、あの参考にしていただけるような内容になればと思うんですけど、はい、今日はあのノックの極意というか、はい、ノックの注意点ですか、うん、よかったらどうですかっていうなんかちょっと自信なくなってでもあの冬場はローテーションノックとかまでいろいろあるんですよ、あるんじゃないですか、じゃあそれ、まあ、でもこれはローテーションノックはあれです、その冬のトレーニング、じゃあ次回はノックのバリエーション、あ、ノックのバリエーション、あ、いいですね、うん、あ、それはたくさん喋れると思います、でこうまたボード出してやったら、ああこうやってやったら、あ、そうしましょう、そうしましょう、ね、それをお約束しておきましょう、では皆さん、はい、さようなら、すいませんこれだけ言わせてください、良、はい、いサツキショーお疲れ様です、ヒヒーンとありがとうございます急に元気になっちゃう、先週撮れたのはい、ちょっと硬かった嫌なこと全部片付けてきたんで、うん、はい、あ、でももういい時間になってきましたね、うん、やばいです、はい、はい、こんにちは、シアラスポーツです、皆さんお元気ですか、もうそこの時点で元気ないですけど大丈夫ですかもう一回やろうか、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ちょっと思わず突っ込んじゃいました、元気ないよね、いや元気ないよねとか言って、元気になろう元気になろうって言って、は
はい、ってもういきなりなんかちょっと病の人みたいな感じになってましたけど、いや今のは続けていいと思います。もう一回やりますよ。まあ、なかなか鋭い指摘を受けたわけですが、まあ、あの今のこのお互いの仕事の状況が物語っているということで、はい、今日はもうちょっとすいません巻きでじゃあ、まあ、そうですね、時間もないことで、はい、そうですね、はい、お願いします。最初何でしたっけ、救出じゃなくて場所じゃなくて何から僕言いましたっけ、もうそれすらもうちょっと忘れちゃうね。もういいです、それは、ね、あ、もういいですか、あ、いいですか。あの余談ですけど、はい、ここあれだけど、あの学院、はいはい、もう軟式野球部、はい、強いのかな、あれ強いですね。あそこのね人ね、はいはい、また劇だけど、はい、これやるんだって。へえ、やっぱやるんですか、うん、すごいですね。パーンってノックして、はいはい、パーンってキャッチャーの前に落ちるでしょ、はいはい、これを、はい、こっちに戻ってくるようにできるんだって。はあ、すごいですね。あの人らは軟式のスペシャリストということですよね、うん、たまに本載ったりしますもんね、そういうスペシャリストの方が、うん、これクリ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 ってやつができるんですよ。すごい、それはできないです僕は。なんかでもあそこら辺の柔らかいバット使うって言ってたけど、はいはい、あ、そうなんですか、うん、あの複合バットみたいな、うん、これやりやすいんだよね。あのリマリンのね、なんてやつやったかな、はい、あれがやりやすいとか、あ、そうですか、うん、フェニックスか、あのフェニックスがやりやすいですよ。お、すごいですね。なんかしなうから、はいはいはい、なんかそれを、いやー、もう想像がつかないです。それ素晴らしいですね、本当に。まあ軟式軟式やるよね、もう本当にいろいろありますね、すいません、ここはちょっと、カットしなくていいと思いますけど、はい、いやでもあのノーヒットノーランやってたじゃないですか、あのパドレスの、はい、二十何歳の、マスグローブさん、はい、素晴らしかったです、うん、ちょうど見てたんですよあの時。あ、本当すごい、ね、あ、お姉ちゃんと、お姉ちゃん、おやるぞやるぞって一人でって帰って、俺なそれ土日だったっけ、土日でした、土曜日だったんじゃないですか、ね、BS で、はい、うん、あのお姉ちゃんはあの時は仲いいね、はい、見るもんなかったんで。お姉ちゃん彼氏いないの。お姉ちゃん、そうですね、お姉ちゃん残念ながらもう野球が大好きで、はいはい、今日も朝起きたらですね、あのじゃあ行ってくるわって言ったらですね、これP入れてくれますよね、はい、あの僕をですね、阪神タイガースのですね、あのじゃあなと。どこにピー入れるの。いやいや、阪神タイガースのピーチャーだみたいな、はい、って言うんですよ。どう思いますか、僕のことそんなあれなんです、外人で呼ぶんですよいつも、はい、外人好きなんでしょ。外人分析そう、そうなんですよ。で昨日はあの我が軍はですね、うん、ドラゴンズと対戦してたんですけど、うん、あの僕のことをやっぱりそうやってあの外人の名前で呼ぶんですよ。はい、でも今年セリーグあれじゃない、はいはい、あのホームラン一番打ってるのヤクルトのあの人じゃないの、村上さんですか。村上さんでしょ、村上さん強すぎるんですよ、あれ、うん、めちゃくちゃ打つじゃないですか、うん、もう7本っすよ、ねえ、はい、4月で我が軍の4番1本です。でもまあ調子が悪いとかあるかもしれないですけど、僕偉いなと思ったのが、ホームラン例えば村上さんが7本自分が1本いかんいかん置いてかれると思って大きいの振りに行っちゃおうと思うじゃないですか、うん、4番だっていうあれもありますし概念もありますし、もうずっとチームバッティングに徹してますよ。あ、そっか、だから狙ってないです全然。あ、だから僕その姿勢はすごいなと思って、はい、続けてもらいたいなと思います。いつも目薬してるからすごいなと思ってね、やっぱり目にあの気を使ってますね、はい、なんか疲れちゃうんですかね、はい、ということでした、うん、あとなんか一個喋ることありましたっけ、うん、まずは、はい、あの玉質のお話をいただきましたね、はいはい、それからあのコースのお話をいただきました、はいはい、あと一つ何でしたっけ、何でしたっけ、もう無事言って自分で忘れちゃいました、はい、何言いましたっけ、もう本当記憶がやばいですね最近。ノックの極意、はいはい、玉質、コース、はい、何言ってました僕、もう急に忘れちゃいました。こんなノック打ってほしいな、あ、やり方だからいいんじゃないですか、コミュニケーションノックで。あれ違いました、コミュニケーションノックはコースの時に行ったんで、そこに絡めちゃったってことじゃないですか。あ、そんだけ、え、違います、以上、ノックの極意以上です。もうノックの極意以上でいいんじゃないですか、え、はい、いや、まあ結局気持ちの伝え合いなんで、極意、極意じゃないですけど、ちょっとそこはちょっと上手にやっといてください。注意点注意点っていうか、こんな練習ありますよっていう、あ、それでいいじゃないですか、うん。
こんな練習どうですかっていう、はいはい、こんな考え方どうですか、あ打ち方、こういうなんていうんですか、あでもそれも言いましたよね、内からこう出してとか言ってないよ、あれヘッド立てて、あヘッド立てて、はい、で内からこう、魂のところでね、はい、内からこう出してこうなんですか、こうなるべくっていう話もしたと思うんで、あと根っこに当てるのも言ったと思うんで、あ言いました言いました、僕なんだかんだって言ってるんです、ちゃんと。ノックの練習をするんですか、自分がですか、はい、それはします、はい、みんな新しいお父さんは、はい、俺ちょっとこそ練に行ってくる、こそ練に行ってくるっていうか、こそ練って何かなくて、こそこそ練習するって、ああ、あノックのですか、うん、あお父さんがやってくれるんですか、だってあの学童野球とかお父さんでしょ、ああなるほどなるほど、この辺の中学校も先生あの忙しいから、はい、土日はお父さん来てやるから、あそうですか、はい、問題が起こったらどうするんですか、知らない、そうですよね、そういうのが困りますよね、そのなんかでも学校の部活の時間と、はいはい、それからスポーツ少年団ってくくりの時間と分けてるみたい、はいはいはい、ああそうですか、だから指導者の一応あるんじゃないの、手当てはあるんですか、手当てないですよ、ね、じゃあそしたら例えばですけど、その子供同士が、子供なんでよくあると思うんですけど、一対ワンだとかって言って喧嘩とか始めちゃったりとか、うん、じゃあ引いてはちょっと怪我しちゃったとか、うん、その喧嘩でですよ、うん、引っかいたとかそういうことがあったらどうするんですか、喧嘩とかさせないでしょ親は、いや、その知らないところでしてるケースあるじゃないですか、あそれ聞いたことないな、そうですよね、なんかそういうのがその困るんだろうな、これからその先生だと責任取る側なんですけど、完全外部に任せちゃうと、うん、そういう怪我したとかそういうことになった時にどうなるのかなっていうのがすごく思ったりして、結構でもこの辺それ普通ですよ、あそうなんですか、先生は、はい、あの置物みたいな場合が多いね、先生が置物なんですか、先生来てないと、はい、一応が部活だからへで、メインは大人がやってるって、はい、先生これでいい、あ僕野球経験ないんでお任せしますって言って、もうそんな人が野球部の子もやらないでほしいっすいやまあ学校事情でしょうがないかもしれないですけど、結構多いですよ、あだから、うん、ごめんなさい、子供がかわいそうじゃないですかそれ、じゃあ言っちゃえば、うん、何も教えてもらえないじゃないですか、でも今土日の片方しか先生来ないっていうか、まあまあまあそうですね、いろいろあるから、あ確かに、うん、そうですね、でも本当僕3つ何言ったんだろう、もう急に思い出せなくなっちゃいました、巻き戻してみる、いやもうやばいですね、頭おかしくなっちゃってますね、最初のうちまあ多分それはあの僕は関係ないところだと思うんですけど、はあ、いやいやいや、ねうん、ありがとうございます、もういいか金曜日だし、そうですそうです、はい、もう150回回ってくれぐらいの感じでいいですか、はい、でこの辺に2番で、はい、1番で打てとか、はい、そういうことでしょ、違うの、まああのライナーでここ狙えとか、はい、フライはこんな感じとか、あまあいろんなノックはやっ、クッションボールはどうするとか、ああいやいや、そのノックのやり方と目的ですね、その、うん、なんていうんですかね、そのローテーションノックですと、うん、ここは走る、ここはこうする、ここはこうするっていう、まずはまあ、はい、オーソドックスに誰もやるのは、はい、試合前はシートノック、あそうですね、はい、あとコミュニケーションノック、さっき言ったやつですね、はい、で何でしたっけ、ローテーションノック、ローテーションノック、はい、それは冬練でしかやりません、であとは、はい、あとですか、何かあるんですか、あと全ポジションノック、全ポジションノック勝手に作ってるだけですよ名前は、はい、はい、とかまあいろいろ、うん、はい、それ出してたらアクションもやりますね、参考になるじゃないですか、あです、ね、あちょうどよかった、マルケアさん来た、あじゃあ集金に来たんだ、あ本当ですか、じゃあ締めましょうか、はい、はい、それでは皆さん、はい。